2022年9月23日午前11時半ごろ、南さやちゃん、7歳は、千葉県松戸市の自宅近くの公園、拳公園に向かって、キックボードに乗り、一人で家を出たまま、行方がわからなくなっております。本日は、この事件をお送りさせていただきたく思います。はい、今宵でございます。本日はこの事件を取り扱わせていただきます。まずは、さやちゃんが見つかることを心から祈っております。で、今回この事件を取り扱う理由としては、まあ、いろんな考察っていうものがされているんですけど、SNS 上で、そのニュースでは流れていない噂というものも流れているんですね。で、それをしっかりとこういうふうに動画に収めておくっていうのも一つ大切なことだと思うんですよ。それが仮に本当のことであれば、それこそ解決の糸口にもなる可能性がある。そしてそれが嘘だった場合は、もう二度と繰り返してはいけないという戒めにもなってくると思ったんですね。そういった意味において今回取り扱わせていただきたいなと思いました。最後までご視聴のほどお願いいたします。では行きましょうか。9月23日午前11時半ごろ、さやちゃんは自宅近くの公園、拳公園に向かってキックボードに乗り、一人で家を出ました。5分後に母親がさやちゃんを追いかけ拳公園に向かうも、さやちゃんはいませんでした。一生懸命探すも見つけることができず、午後3時半ごろに警察に通報をいたします。午後4時20分ごろ、拳公園から直線で900メートル先にある千葉県流山市内の香取の森公園で、さやちゃんのキックボードが発見されます。大人の歩くスピードは時速約4キロですので、15分ほどの距離となっております。24日午前10時頃には、香取の森公園からおよそ300メートル離れた江戸川の河川敷で、さやちゃんの靴と靴下が発見されました。靴は両足分並べておいてあり、その脇に靴下も両足分が揃えて置かれていたのです。さやちゃんの特徴としては、身長115センチの痩せ型で、薄ピンクの半袖シャツ、青色の半ズボンを履いていました。ではここで当時の状況を説明していきます。9月23日は3連休の初日で、午前中は曇りだったものの、夕方から雨となっております。また、台風の影響もあり、靴が発見された江戸川の河川敷は増水しており、河川敷にあるサッカーグラウンドなどは水没しておりました。現状、警察は事件と事故の両面で捜査をしております。事件としては、連れ去りを視野に入れ、事故は増水に飲み込まれた可能性です。そのことから、ビラを配布し、情報提供を呼びかけつつも、江戸川に船を出し、捜索をしたり、警察犬を導入し、捜査を行っております。けれども、現在は発見できておりません。では、ここで、ネットの情報を説明させていただきます。1、さやちゃんの姉と名乗る人物が、多動性であったと言っている。多動性といって、何の解決になるのかは不明ですが、仮にそうであるならば、母親と約束をした公園ではなく、違う公園に行くこと、さらには、衝動的に河川敷に行ったことの説明がつきます。けれども、ここには、疑問点もあります。多動性の人物が丁寧に、靴を並べるのかということです。おそらく、私は、多動性に近い気質があります。意識しなければ靴を並べておくことができません。また姉を名乗る人物は、さやちゃんは水を怖がるとも発言しているようです。この情報が正しいのであれば、靴を脱ぐこと自体が疑問となります。当時の気温は最高気温26度とやや寒かったので、水泳を習っていたとしても川に行くとは思いにくく思います。2、神奈川県厚木市で、
さやちゃんに似た女の子を連れている人物を見かけたという情報です。正直、怪しい情報に思えますが、これが本当であれば、生存していることになるので、藁にもすがりたい気持ちになります。3、小倉美咲ちゃんとさやちゃんが似ていることから、同一犯の可能性がささやかれている。まず、目元がやや似ています。行方不明時の年齢は2人とも7歳です。また、同じ千葉県出身です。靴と靴下が見つかったこと、パンツが青色、9月23日と9月21日で日付が近いこと。これらの類似点から同一犯ではないかとも言われております。ただ、少しこじつけにも思えます。ただ、どちらも3連休の初日となっております。4、霊視で犯人がいると発言している人がいる。少し気持ち悪く感じます。不謹慎に思えますが、実際はどうなのでしょうか。では、ここからは、再び、今宵に戻らせていただきます。はい、では、今宵に戻ってまいりました。で、まあ、状況から考えていくと、親御さんには大変申し訳ないんですが、普通に考えれば、靴があったということで、飲まれてしまったんじゃないのかなっていうふうに思ってしまう反面、なぜ靴がしっかりと並べて置いてあったのかっていうところが非常に疑問となってきます。で、そこに関してはしっかりと親御さんに聞かないといけない部分もあるんですが、もしね、靴をしっかりと並べて置いてあるのであれば、本当に多動性なのかなって思ってしまうんですよ。であれば、なんだろう、もう二択なわけじゃないですか。その飲み込まれてしまったのか、何か事件に巻き込まれたのかの二択だと思うんですよね。そこに多動性っていう言葉を、ワードを出す意味がちょっとよく分かんないんですよ。だろうとなかろうとあんまり関係ない気がするんですよ。まあ、そこは置いておいたとしても、だからその靴がすごく気になって仕方ないんですよね。まあそこは親御さんにしっかりと聞かないといけない部分でもあるんですが、実際どうなんでしょう。で、あとつい、まあ最近で言うと、厚木の方で男性の人と一緒にいたっていう情報もありました。ただそれはまあ似た人っていう話もありますんで、何とも言い難いなっていう。ただそれであれば生存を確認することができますんで、まあそれであってもらいたい部分もあるし、ちょっとね、ここに関しては一概に言えないのかなって思います。まあ何はともあれね、そのしっかりと無事に発見できているっていうことが一番なのかなと思います。ただ船での操作も、その増水していて流れが急だったにもかかわらず、その捜索、船での捜索範囲がまだまだちょっと狭いなっていうふうに私は感じてますんで、もう少しその時間がかかる部分もあるのかなとは思います。で、船でね、その捜索して出てこないとなったらもう事件しかないわけですよ。だからその辺も含めてしっかりとこう捜査というものがなされていけばいいのかなと。まあほんとね、そのやっぱり美咲ちゃんと比較する気持ちもわからんでもない部分もあるんですけど、その美咲ちゃんはね、すごく不幸な形でこう出てきたじゃないですか。でも今回はね、そう、なんとしてもバッドエンドじゃなくハッピーエンドで終わってもらいたいなっていうふうに強く思ってます。で、美咲ちゃんの時も当初私は触れなかったんですよね。ちょっと不謹慎かなと。でも意外とそのなんて言うんでしょう、未解決事件を扱っていく中で、なぜか
取り上げたものが解決していくっていうね、そういうものがあったんで、そのちょっと自分の中での願掛けではないですけど、本当解決してもらいたい、そのいい意味でハッピーエンドになってもらいたいっていう思いを込めて、今回ね、そのちょっとトレンドに乗った形みたいに思われるかもしれないですけど、それで取り扱わせていただきました。またね、そのご情報を流してる人はちょっと考えた方がいいなとも思います。しっかりと吟味した上で、まあ厚着のやつはね、似た子って言ってるんで、これはもうエセ情報意図的にとは言い切れない部分もありますんで、ただちょっと例示はね、何なんだろうねあれって思っちゃいました。本当無事に発見されることを祈っております。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。